コアラジなんでも3、イエーイ。これ何回目でしょうか。3、4回目ぐらい。何を測っとけよ。今回は、好きなジブリ作品3つあげます。12月のラジオでね、はい、メイドインアビスで雰囲気がちょっとジブリに似てるという、似てるなというところから好きなジブリ作品でいこうという話になりましたけれども、はい、はいはい、じゃあ的場くんから、はい、まず一つ、はい、魔女の宅急便。魔女宅はいい、あの人の、いや、はい、次、あ、早いな、早いな。じゃあ3つ、まあ、上げてからいっていい。ああ、いいよ、いいよ、はい、耳をすませば、耳すま、耳すば、耳すば、はい、このすばみたいな、はい、あの 見れる人とね、見れない人にが結構分かれる作品ですけど、はい、はい、次、猫の恩返し。猫の恩返しは、まあ、耳をすませばとね、うん、ちょっとつながってるところもあったりする、はいはい、そうですね、はい、うん、まあ、これ3つなんですけど、はい、まあ、共通点としては、うん、猫が全部出てくるんですけど、うん、そうね、そう、僕自身猫飼ってて、あ、そう、そう、はい、人気飼ってるんですけど、猫とのじゃれ合いがこの3作品結構出てくるんですけど、まあそうね、出てくるんですけど、うん、それをね、家の猫とよくする。え、何ジブリ語ってもらっていい、その自分家の猫語らない、違う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 、だからそれぐらい、うん、あの印象に残ってるというか、うん、今日ね、猫とのシーンがすごい好きで、うん、え、じゃあ一人でやってんの、こんにちは、私は的場する。え、猫ちゃんの名前はなんていうの。ピートとキルンって言うんやけど、ピートとキルン、うん、こっちは猫のピートみたいなやるってこと。そう、やるよ一人で。え、やるやろ多分。まあまあやる、やるやるっていうか、多分俺は10代の時に友達に連れてってもらった猫カフェでやった、うん、いや、やるの、うん、絶対やるタイプやろ。確かに、とか、うん、あとは道端で猫、うん、野良猫を見たら、うん、ついていきたくなる。あー、でも僕も多分他の人よりは道端の猫に喋りがちやと思う。 あなたはどこから来たのとか、そこまでは。え、いやいや、そんな声かけたくならない。いや、まあ、声はかけるけど、そんなどこから来たかは別にそんな知りたくはないけど、ついていきたいやろ、うん、電車乗ってさ一緒に。まあまあ、あ、でも確かに言い方かな、言い方かもしれん。俺普通にお前どこの子やとか言ったりするから。あ、うん、結局言い方かな、うん、そのなんかあのジブリっぽいセリフ回しをしてへんだけで、確かに、うん、野良猫に名前つけたりとかするもん、ね、あ、するね、あ、するね、お前久しぶりやなみたいな、ね、するね、うん、確かに。まあ、この3作品ぐらいからちょっとそういう、まあ、特に、ね、猫の恩返し、ね、恩返しとかなんかもうゴリゴリやもんな、うん、ついていくと不思議な世界にみたいな感じにすごいワクワクする、ね、じーっと見てたらあいつもしかして二足歩行しだすんちゃうとか。そうね、誰にも見られてないところで二足歩行でしてんちゃう。あとさ、道端とかさ、うん、そういうなんか壁の上にさ、なんか乗ってるさ、うん、猫とかがさ、何をするでもなくじーっとこっち見てたりするときあるやんか、なんか用あんのかなと思うもんな。そうやね、次行くでみたいな。行ったことあるっけ、俺マジで猫集会に、あ、あるよね、呼ばれたことあるねん。招待されたの、地元 の夜一人でほんまに散歩してる時に一匹の猫がおって、うん、何回も振り返りながら、うん、ずっと歩いてるから、うん、ずっとそいつに連れて行って、うん、でずっとそいつが振り返りながら、もうそいつは来んなよみたいな感じでもしかしたら見てたんかもしれんけど、知れんけど、俺はなんかついてこいって言われてるような気がして、うん、行ったら50匹ぐらい猫って、あるらしいね、猫の集会。そう、なんかそれにたまに人を連れて行くこともあんねんな、あれ。なんかそうだから、それで、でも真っ暗やからめちゃくちゃ怖いで、うん、もう目だけがもうビヤーって周りにおんねん。めっちゃ怖くて、なんかそのなんか生贄かなみたいな、ファンタジー的な喜びはなかったね。うわ、すごい、猫がいっぱいみたいなのはなかったね。あの、え、なに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 みたいな感じで、うん、俺行くわ言って行ったもん。なんで来てんって。ゆうちゃんは。僕はですね、僕もじゃあ最初に言おうかな、うん、まず一つ目がもののけ姫、うん、いいね。平成たぬき合戦ポンポコ、はい、二つ目で、3つ目が紅の豚。なんかうまいこと分かれたね、全然バラバラやね、一つも被ることなく。確かに、うん、なんでなんですかそこは。もののけ姫は、はい、まず僕妹が3人いるんですけど、はいはいはい、そのうちの2番目の妹がもうめちゃくちゃ好きで、その当時まだビデオテープやったんですけど、まあ、見すぎてテープが擦り切れて、うん、もうザザザザザザザっていうシーンがめちゃくちゃ挟まるぐらい
もう見まくってたんで。でも怖くなかった当時？いや、めちゃくちゃ怖かったです。あのまず音楽がデュルルルルンのあの音楽がもうめちゃくちゃ怖かったです。はい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 、はい、そう、山の姫は割とトラウマになるぐらい怖かったな。生き物の焼ける匂いだで、その妹が見てたっていうのもあって、もうほんまに終わったら巻き戻してまた一から見るみたいなやったんで、多分見てる視聴回数で言ったらもののけ姫が一番、はい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 、一番見てる。なるほど、ね、だからもうセリフとかもめちゃくちゃ覚えてるし、もう子供の頃あの烏帽子様の、うん、あの逆しらに己の不幸を見せびらかすなっていうセリフの逆しらって何やろってセリフがお空で出てくるもんね、うん、っていうのもとかね、はいはいはい、そうそうそう。で、平成たぬき合戦ポンポコは持ってたわビデオ。これも子供の頃からよう見とってんけども、うん、正直言って子供の時はあまり意味がわからなかった、うん、まあ確かに大人になって見た方がきっとわかる、ね、そうなんですよね。だからポンポコって話的にはその山に住んでるタヌキたちが都市開発で山を削ってそこに町を作っていこうみたいな、人間の運動にやめてくれやみたいな、まあざっくり言うたらそんな話なんですけど、それが正直子供の時は分からなかった。だからジブリとしてのアニメとしての面白さは子供の頃からあって、すごい子供の頃から好きやったんやけれども、もう大人になってから、それこそ成人してからまた見たりとかすると、めちゃくちゃこんなしんどい話やったんやみたいな、そう、ね、生きるところを追われたタヌキたちのね、こんなテーマが重たかったんやなと思って、なんかそのなんて言ったらいいんですかね、考えさせられる作品、そうね、ではあった ね、 確かにね、そう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 、歌も好きやったしな。で最後の紅の豚っていうのは、まあ、結構ジブリの話すると僕よく言うんですけど、言ってるね、紅の豚がもう僕は圧倒的に一番好きで、さっきも言ったけど、その視聴回数で言ったらもののけ姫が多分一番見てるけど、やっぱ主人公でも誰が一番好きって言われたら、やっぱジブリの中でやっぱポルコロッソがやっぱ一番好きやし、だって赤いしなそうやな、赤いもん、主人公は赤かったらもう好きやん。まあ飛行機の音で分かるみたいなとこいいよね、最高ほんまに。でも紅の豚もそうなんですよ、さっきのポンポコと一緒で、子供の頃はそうやと思う、なんかかっこいいみたいな感じで見てた、赤いし、ほんまに僕子供の頃から赤が好きやったからはいはい、はい、赤いしなんかかっこいいからで見てたんですけど、これも結局大人になってから見ると、いやもう俺全然かっこよさ全部理解できてなかったみたいな、そうね、子供のこれ頃の俺が思ってたよりめちゃくちゃかっこええやんみたいな、はい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 、はい、いや子供の頃見たのと大人の頃見るのとでも全然違う風に見えるよね。そうなんですよ、不思議やね、子供が見ても不器用な男とは何かとか分からないわけですよ、分からへんね、でもやっぱ大人になってから見るとこいつ不器用やなってなるもん分かってくんねんな。だからそのポルコが かっこいいだけじゃなくて可愛さもあるっていうこととか、はいはいはい、ちょっと分かるわっていうところが出てくるから、そうやと思うんですよ、そうそうそう、だからあの共感できる部分が子供の頃はなかった、ないからね、そうそう、でも大人になると、あちょっと気持ち分かるなみたいなところが、この板挟みになる感じとかもとかが、ね、分かるわみたいな、ね、あったりとかするんで、子供の頃ないもんね板挟みになるみたいな、全くそう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 、ね、だからまあそれそのあといろいろバカラあるわけじゃないですか、その紅の豚以降もいろんなジブリ作品があるけど、やっぱ紅の豚が一番好き ね俺は、で3つって言われたらやっぱりポンポコともののけ姫は外せんかなっていう、他も大好きやけどね、でもそうよ、もう、ね、そんなん言い出したら全部好きやねんけど、いやなるほど、はい、ぜひ見返そう、ね、紅の豚をよ、はい、これがお正月までに上がるかどうかは分かんないですけども、でも俺最後にちゃんと良いお年をって言うつもりやけどいや的場くんはしっかり12月中にこれを配信してくれるであろう、はい、ということで良いお年を皆さん良いお年を、2019年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。